両者体が落ちるのは同体ではないかと物言いがつき、協議した結果同体とみて取り直しといたします。ただいまの決まり手は寄り切り。はい、それでは、本場所敢闘賞の琴勝峰関です。まずは、3勝おめでとうございます。ありがとうございます。先ほど1番を終えられたばっかりですけども、優勝というのもかかっている中の1番、結びの1番どうでしたか？そうですね、やっぱ千秋楽の結びってこともあって、いつもと雰囲気はちょっと違ってたんですけど、思い切って行きましたね。この経験が、またこの関取自身の、また糧となって経験、いい経験になったと思うんですけども、今年の目標をお聞かせください。しっかり自力つけていって上位で安定して入れるようになりたいです。それでは、最後にファンの皆さんにメッセージと、はい、メッセージをお願いします。来場所も15日間自分の相撲を取り切れるように精進しますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。琴勝峰関でした。それでは、今場所見事技能賞を獲得した霧馬山関です。おめでとうございます。今場所振り返ってどうでしたか？そうですね、15日間ちっちゃい賞はしっかり勝負していったのよかったと思います。技能賞ですけども技っていうところが評価されたんですが、そこについてはどう思いますか？そうですね、いいですか？また今場所は、3勝でしたけども、また優勝とまたありますが、今年1年の目標と最後ファンの皆さんに一言お願いします。どうすれば、これから来場所勝ち越して、そしたら2人で頑張ります。いつもありがとうございました。はい、それでは、技能賞の
霧馬山関でした。おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとう。